よっ、はっ、やっ。受けてみろ。よっ、はっ。
名前。なんだと？教えてくれ。お前が選ばれたわけよ。知りたいか。君は何も感じない、実感できない。意味が欲しいか。新しい君だ。やっとお目覚めかい？アクセル。いや、眠りにつくのかもな。もうすぐこうして意識だけの会話さえできなくなる。元の自分の姿に戻るんだな。ずっと考えてた。ナミネも言ってたんだ。ロクサス、お前には心があるんじゃないか。いや、俺やナミネにも。俺たちには本当に心はないのか。それは俺にもわからない。そうだよな。でも心なんて見えるものじゃない、感じるものじゃないかなって思い始めたんだ。だとしたら、いや、今はやめとく。あ、なんだよ肝心なとこで。答えは空が見つけるよ。あいつは俺だから。そうだな。あ。懐かしいな。記憶してるか。初めて会った時、お前に新しい名前がついた日、こうしてここから夕日を見たんだ。ああ、俺の故郷だ。みんな、ハイネ、ピンツ、オレット、元気かな。また会いに行けばいいさ、答えを探しにな。うん。だから、もう行かなくちゃ。空が待ってる。そうだ。
だな。やっぱこのアイスしょっぱいな。またな、アクセル。またな、相棒。さすがは俺の。さすがは俺の。大丈夫？俺、どうしたんだ？わからないよ。空は消えちゃうし、僕たちはノーバディと戦ってたし。そうか。あの男、リクを倒したって言ってた。誰が言ったの？誰って、黒いコートの男。リクが倒されると思う？そうだよな。黒いコートなら13機関だね。空を騙そうとしてるんだよ。僕たちは誰も見なかったしね。え？疲れてるんだよ、空。そう、お城の入り口を探さなくちゃ。
行き止まり？道は必ずあるはずだよ。私たちをどうするつもり？お前は空を怒らせる道具だ。どうしよう。このままだと空は私のせいで。こっちへ来て。誰？自分を信じて。さあ、急いで。帰り、もうすぐだからな。よっ。よっ。どこ？しっ、敵の本拠地だってことを忘れないで。王様、待ってください。気をつけて、ノーバディの気配だよ。ナミネ、探したぞ。ナミネ？帰り、君はそう簡単には帰れない。空に会わせてやる。会いたくないと？会いたいよ、とっても。でもあなたがいないところでね。俺に心があれば大笑いしているところだ。貴様、ロクサスに倒されたのではなかったのか。あとはお願い、リク。リク？リク、会いたかった。
よっ、ほっ、そりゃ食らえ。やっ、集まれ。そりゃ、やっ、やっ、終わりだ。いやつよ、はっ、ほっ、ソラ、元気そうだな。帰りはどこだ。今頃は闇の世界の友達と仲良くやってるんじゃないかな。どういう意味だよ。もうお前はいらないらしい。そんなの信じると思う？まあそれはお前の勝手だ。だがこちらは信じていい。13機関はもうお前を必要としていない。あれを見るがいい。我らのキングダムハーツ。お前のおかげで心をたっぷり吸い込んだ。喜んでいるのがわかるか。さあ、最後に腹いっぱい心を食わせてやってくれ。でも、キングダムハーツが…ソラ…ソラ、やっと会えた。カイリ…あ、ソラに何するのよ。ソラ…戦え。うん、今度は私が戦う。私たちがいなくちゃ空はダメなんだから、行こう、リク。これはこれは、邪魔者たちが勢ぞろいか。ねえピート、これは素晴らしい城だね。私たちがいただくってのはどうだい。そりゃいい城だけど、でもどうするんだ。こんな狭間の世界じゃ闇に近すぎて、ハートレスたちは俺たちの言うことなんか聞きゃしない。私を誰だと思っている。
久しぶりだな、王よ。賢者アンセム、こうなる前にどうして相談してくれなかったの？13機関の指導者ゼムナスは、元はといえば私の一番弟子のゼアノート。私の責任は明白だ。それだけ？隠し事はできないな。そう、私は復讐に取りつかれてしまった。私から研究と誇りを奪った弟子たちを許せなかった。復讐の手伝いはできないよ。分かっている。リクにも散々言われたよ。リクはどこ？友達のところではないかな。あいつはよくやってくれた。王とはぐれて闇をさまよっていたところを私が見つけたわけだが。はぐれたわけじゃなくて、リクが自分で姿を消したんだ。ゼアノートのハートレスを心の中に抱えていたからね。辛かったんだと思う。でもどうして今あんな姿なんだろう。心はリクのままなのに。私のせいだ。私がリクと出会った時、彼は少年の姿だった。強い心を持っていたおかげだろうな。そのリクに私は13機関のロクサスという男を連れてくるように言った。眠る空を目覚めさせるためだと言ったら、何も聞かずに出て行ったよ。そしてどうやらロクサスと戦い負けたようだ。その後、闇の世界で戦うには闇に身を染める必要があると考えたのだろう。それを実行に移した結果があれだ。ロクサスを連れて帰ってきた時、彼は自分をアンセムだと名乗った。空を目覚めさせる代わりに自分は闇の住人になる決意を固めたのだろうな。リクは私の復讐の犠牲者だ。ああ、心が痛んだ。笑ってごまかすしかなかった。僕はその後に再会したんだね。リクに約束させられたんだ。空を助けてやりたい。でも自分の今の状態を絶対に知られたくないってね。さあ、王よ、そろそろ少年たちを解放してやらねば。いい子にしていたか？姿を見せろ！いや、いい子ではなかったな。ソラ、ロクサス！ロクサス？あいつ、俺のことロクサスって呼んだ？我々13機関をここまで追い詰めるとはな。さすがはキーブレードに選ばれし者と呼ばれるだけはある。今までの奴らに比べれば、随分とお粗末だがな。何を言ってるんだ！まあ、どっちでもいいか。とにかく、裏切り者は消えろって話だ！気を使って！狙い撃ちだ！
てくれるな。俺がロクサスなんだよ。混乱してろ。おい、
待てよ。そら、苦戦しているみたいだ。空と陸が揃っている。我々の出る幕はない。陸は元には戻れないのかな。闇の力を利用するために陸が選んだ姿だ。難しいだろうな。今行くぞ、カイリー。